はい。スタートしました。うらきチャンネルです。今回は、武田秀俊選手の育成型期限付き遺跡についてお話しいただけだと思います。ゲストは大宮番記者の松沢さんです。よろしくお願いいたします。 お願いいたします、はい。簡単な自己紹介をお願いいたします、はい。大宮家電というサイトの編集長ということをやらせていただいております。松澤ですと。普段は高校サッカーも大レ埼玉さんというところで書かせていただいたりとしております。そこから、まあ、地元の出身なので、地味は浦和さん、大宮さん。 ずっと見て育ちましたので、皆さんと同じ気持ちでサッカーを愛しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回なんですけど、12月26日、武田選手の期限付き遺跡が、あの、オミアルディジャへの発表になりまして、こちら、一言で。 どういう印象を持たれるかの教えていただいていいでしょうかようこそ <laughs> <laughs> まあそうですよねよいらっしゃってくださいましたありがとうございます、はい、ちょっとこれは別サポーター的にはまずこうこうですね島田監督っていうのはそもそもどういうようなサッカーを目指して要は竹田選手にとって合うのか合わないのかなっていうのはすごい気になるところでして、はい、まず今年どういうようなサッカーを目指してますか監督が来られてからずっとスボ,ボーをつなぎながらビルドアップしながらこう前進していくサッカーっていうのを目指してきていますので、えー、来年のサ 攻はさらにそれをブラッシュアップする年になると思いますね攻撃的にボールを保持してをやっていくような,うようなそうですねもう攻撃やりたくてしょうがないっていうタイプの監督ですねじゃあ武田選手のテクニックが生きるかもしれないですよねそうですね推進力とかかなり活かせるんじゃないかなという印象を受けてますで実際なんですけど武田選手の想定ポジションなんですけどまずその下田監督今期監督交代されたから主にどういうフォーメーションで戦われてるんでしょうか えと4、2、3、1システムが主に取っておりまして、武田選手はおそらく、まあ、トップ下か、まあ、琉球では右サイドが多かったということでしたけれども、<う>左利きなので、うん、もしかしたら左右のサイドをやるんじゃないかなと予想しますね。裏はもうちょうどあのリカルド監督、4、2、3、1なんですけど、4、2、3、1の3のところの3のところ、どこでも。はい やるよみたいなそ、ね。そんなイメージを受けてますけども。実際じゃあその4231の3のところで、武田選手ってこう、試合に出れそうですかね。 出れると思いますね、より攻撃的な選手を求めてるのかなって思うので、武田選手みたいなタイプはハマるんじゃなないいかなと思いますじゃあちょっとその流れで、求められる役割と期待っていう部分だと思うんですけど、じゃあやっぱりこう縦への推進力だったりとか、攻撃点部分が今の戦力でと足りないんで、そこに武田選手は必要だったってことですかね。うん、そううででですねなんかかかもっっとと点を取取りたかったと思うのの途中らら指揮取られているので 途中からあの換算になっちゃいますけど、スリートップ、ワントップとサイド2人で、えー、まあ30点は取りたい、いつもおっしゃられてたので、そういう得点力も推進力もっていうところを求められてくるのかなっていう予想ですね。じゃあ結構、アシストもそうですけど、ゴ、はい、ールも求められるってことですよね。そうですね。そんな感じになるんじゃないかなと思うんですけどね。4、2、3、1ですけど、かなりこう前目4、3、3に近いような。 のささんの3に近いような感じの求めらく今年以上に攻撃的にやりたいと思ってらっしゃると思うので、そのピースの一つになるんじゃないかと、貴重な戦力なんじゃないかなと思ってます。よかった。やれば <laughs> 多分、武田選手、左足はもうスーパーなもの持ってますんで。フリーキックも浦和ですと蹴ってましたし。はい からのシュートも得意的なんですけどね。一時期ボランチもやってた時期もありますし、基、うん、本的には前めのポジション、うん、特に裏だと、まあ右か左かどっちかでしたね、トップ下っていうよりもそういう感じでやってました。すご、うん、くサポーターから期待が高い選手。うん で青森はまだ高校から来期でそう3年目になりますそれは、そんないい時に大宮に来ていただいちゃって。<laughs> 輝いていただいて、ちゃんと戻ってきてほしいなと思ってます。<laughs> パリ五輪とかも関わってますね、武田さパリ五輪世代なんです。うんうん、この中心選手になってもいいぐらいの。 ポテンシャルを持ってる選手だと思いますんで、お会いできるのが楽しみです。最後、告知コーナーということで、松田さんの告知をお願いいたします。今後も武田選手ができれば今度、塩田コーチも取材に伺いたいなと思ってるので。こ,こちらにも来られるんですか浦和さん。<の> <laughs> 近いですから、の皆さんにもあのよろしくお願いいたしますという感じです、はい、大宮家電さんというあの有料サイトの方で、<laughs> 時々、もしかしたら武田選手の情報が載るかもしれないということですよね。載るかもし最初は間違いなく。あとは武田選手がいかに試合に絡んでいくかっていう部分で、なるべく追いかけたいと思います。で、ちょっとこちらの裏ラチャンネルの方もチャンネル登録していただくと、次の動画編集、頑張れる気がしますんで、ぜひ、まだの方、お願いいたします。じゃあ今回どううも松田さんありがとうございました